エアアジアフィリピンはフィリピンの格安航空会社である。フィリピンにおける正式社名はアイラシアインクでありフィリピンエアアジアと呼ばれることもある。2010年12月マレーシアの格安航空会社エアアジアとフィリピンのテレビ局不動産開発業者などと合弁でアイラシアインクとして設立された。2011年8月15日に機体を受領し、 同年11月8日には2号機も受け取り、2012年2月7日にフィリピンの航空当局から運航免許を取得し、同年3月28日に就航した。ルソン島、パンパンがシューアンヘレスに隣接したクラークに本社を置いていた。2013年3月にはフィリピンの航空会社であるゼストエアウェイズとの株式交換契約を締結し、 相互の株式を保有する提携関係を結び、二の八木の国際空港への乗り入れ権利を取得した。2013年10月9日、クラーク国際空港の運用体制が良くないとして、エアアジアフィリピンのクラーク発着路線を運行停止し、クラークから撤退した。運行停止後のフィリピン発着のエアアジア便は、エアアジアゼスト運行便のみになり、運行拠点を変更して、 マニラのニノイアキの国際空港での発着路線に注力するとした。2015年9月末まで運航を続けた後、エアージアジアゼストへと統合。2016年1月、エアージアジアゼストと経営統合し、エアアジアフィリピンのブランドに統一した。2019年3月、日本の国土交通省より、外国人国際航空運送事業の経営許可を取得。 7月1日より、マニラ関西間に就航した。エアバス A320 から2002021年8月現在、同社は、ゼストエアを統合した経緯などから、保有機材に中古機が存在し、一時期エンジンメーカーが、CFM 製と i a 製の違いがある機材が、混在していたが2018年までにイ a エ、エンジン採用機は退役し解消している。また、 LCC のためリース機体が多く、エアアジア本体を介して、グループ内機材往来が激しく、需要による入れ替え増減も多い。2019年3月現在、ありがとうございます。